対する赤組は最強ユニット名崎たけし&野生爆弾クッキー。披露するのは知る人ぞ知る格闘家ボルクハンとジャイアントシルバー。まずはボルクハンが歌います。風見慎吾の名曲僕笑っちゃいます。どうぞ。電車の扉が閉まる瞬間急に君だけ飛び降りたんだ。夏になったらリング上で君をシルバーで呼びたかったよ。僕ボルクハンです。君の笑顔勝手に恋だと決めてたなんて。ボルグボルグボルグハンデス気温さえ切れずに、ああ笑っちゃって、ああ笑っちゃって涙なんかこぼします。何の時間やねこれ。ジャイアントシルバー。また始まった。こっから長いね。何やねんこの時間。なんで富士山や。なんで富士山なのこれ。明けましておめでとうございますみたいになってるよ。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃんやるか。じゃんやるか。白組の山本孝弘さんは99人の壁でいろんな俳優さんのおしゃべり面白いですね。高橋克典さんはやったことあった？いやなかったそれ。だってなかったね。最初に誰かね、サングラスかけて一体誰をやってんのかわからなかったけど、おしゃべり聞いたら高橋克典さん、あの特徴ね、息を吐くような、はいはい、ゴミなんですけど、ゴミね、うわーっていう。いや面白かった。確かによう見つけたわ。ちょっとお、ふうやな、ふうやな、やったったやないんやから。ほんまや。なんで君はそういうことするんや。なんで赤根ちゃんやメルルが分かる人をやらんのや。いやだいぶ今回あのメジャーに寄せたんですけど。うん、寄せてへんわ。いやもう柴田理恵さんですやん。風呂上がりの。風呂上がりの。ちょっとイメチェンした柴田理恵さん。バブルの頃の。バブルの頃の。今夜は最高の頃の柴田理恵さん。なんやねん。すごいね。もうボルクハンのはこの顎チンで倒れたわけでしょ。はい、これで。もう一回やる。怖いんですよ。ジャッジメント。はい、4対1で白組の勝利。高弘君おめでとうございます。もう当然でございます。当然です。